さあ第4回横田道場破り、取手国際ゴルフクラブ東コースアウトの7番です。現在横田慎二2タウン。うわぁ、大丈夫かねこれ。大丈夫だと思います。ラフか。さあ、そして本日の対戦で、2022年ゴルフパートナープロアーマーチャレンジトーナメントアマチュアスクラッチの部で見事優勝されました平野大樹選手です。いやカットしないか。あ、まあまあまあ大丈夫か。ギリ。さあ横さん、3連続で取れれば、そうね、勝利できます。まあ今日3オーバーですからね、初めてですよね。まあ、5番が情けないわ。28ヤード9番円で右のバンカーっていうあれがで、またそこからパー取れないっていうね。まあ情けない。まあ今日はちょっともう3ホールちょっとなんとかしますわ。さあ横田慎一のセカンドショット97ヤード52できます。どうだ。バウンドが逆した。さあそして同じ距離97ヤード93ヤード60度でいきます。わあ、取れちゃった。ゴー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 。まあまあなんとかちょっと抜けましたが、さあここを取ると勝利となります、はい、横田選手を破り初の快挙となります。まあでもまあ、マッチプレーは本当何を起きるか分かんないんで、まあ、取ったら勝ちですけど、でも相手が絶対入れてくるって思って、パターしたいと思います、はい、さあ平野大樹選手これを決めるとかなり勝利に近づきます。
手前で切れます、はい、ここがホンシードが出ます。さあそしてここは決めて一つ返したい横田。どうだ。そう。なんだこれ。OK です。わずか届かず。ありがとうございます。さあ、勝負の舞台は8番ドミホールへ続きます。さあ、横田慎一ツーダウンのままドミホールを迎えてしまいました。8番ホール。377ヤードパー4。うん、これはいいショット打ちました。ショー。さあそしてこのホールを引き分け以上で勝利を収めます平野大輝選手。いやいや、右か、うん、木に当たる音がしました。ちょっと右。ヨウさん、ついに勝ちがなくなりました、うん、ドーム行かないの？一応引き分けで終わる予定です。ただ負けるわけにはいかないです。はい。なんか引き分けにもなってるんだよな。はい。ダメだ。スリーオーバーじゃダメですよ。ノーバーディーですから。ただここをきっちり返して最初ホール。まで行くことを期待します、はい、山さん、ボールの行方が気になります。まあそうですね、まあでももうあの、まあ、曲がるのはいつもことなんで、まあどこにいてもいいやっていうぐらいの気持ちで、はい、まあ、勝つときは多分あの運も味方についてこう自分になんかこういい状況で2打目打てたりとかってことが多いんで、まあもう打っちゃったもんはしょうがないんで、まあ前さえ空いてればなんとかパーはねいけるかなと思うんで、はい、まあ、気楽にもう目の前の1年に集中していきます、はい、なんかさっきからそれしか言ってない。さあ平野選手のボールは111ヤードなんとか前が空いております。前は空いてるので、まあ、あんまり狙うポイントしっかりコンタクトすることだけ考えて乗ったらラッキーぐらいの気持ちでいきます。
グリーンに止まるか、うん、ちょっと出がかったですけど、まあ多分そんなに奥までは行ってないと思うので、なんとか寄せてパーを拾いたいと思います。3度。さあ横田慎一のセカンドショット、96ヤード56度の3度を持っています。どうだ、あ、止まれ、なんとかバーディーパット打てます。なんとかバーディーパットが出そうです。もう今も本当簡単なショットだったのに、もっとワンピンメディアムもつけなきゃいけなかったけど、あとさあ平野大輝選手の3打目、ほんのわずかグリーンの奥にこぼれたところでございます。ちょっとやや逆目でちょっとだけ埋まってて、インパクトの時にボールとフェースの間に芝結構入りそうなんで、しっかり振りたいんで60度で、まあ、落としどころだけ決めて、止まるか、ちょっと意外に強く出ましたね。さあ平野大輝選手、少しオーバーさせてしまいました。パーパット、寄ってきた、曲がるか、OK です、 OK です、ここがコンシードされてボギー。さあ横田慎一、2パットでも1つ返せます。どうだ、です。さあここで横田慎一一つ返しました。8番を終えてワンダウン。さあ横田道場破り初の展開でございます。最終ホールまでもつれ込みました。9番ホール531ヤードパー5。これもいいショットだ、フェアウェイ右サイド、ショース。さあそしてここを引き分け以上で挑戦者平野大輝選手の勝利となります。勝負の9番ホール、お願い、まっすぐ行って
いやいやいや。あ、下に落ちた。下に落ちた。うん。うん。セーフ。左の OB が危なかったですが、ここは木に当たって出てきました。さあ、一筋縄じゃ終わらせませんと。そうです、はい。ツーバンできるところまで行ったと思います。ちょっとあれ、投げんぞ吹いてきたな。でもティーショットの時はフォローだと思ったんで、まあまあ届くところまで行ってると思いますけれども、多分。さあ、はい、なかなか勝負どころでという。そうですね。まあ、ドライバーがちょっと。まあ、いつものことなんですけど、まあ、曲がり散らかしてるので、まあ、でもの割にはまあ、なんとかなってる方かなって。去年この試合で勝った時の1日目もフェアウェイヒット14ホール中2ホールとかだったんで、はい、まあ、これが自分のゴルフスタイルかなっていう感じで、はい、まあ、パー5なんで、まあ、とりあえず刻む方向で、で自分の得意な距離を残して、はい、まあ、ドーミホールということで、まあ、とりあえず負けはないので、おそらく、まあ、精神的には自分の方が有利だと思うので、あんまり気負わずに、はい、できることだけやります。さあ、平野選手のボールは今回もエッジまで253ヤードなんで、まあ、エッジ90ヤード自分の好きな距離残したいんで、160ぐらい7番アイアンでちょこんと打ちます。きっちりとフェアウェイに出してきました。多分さあ、は横田慎一の第2打です。241スプーン、そう、今日スライスで行こうと組み合わせて、とは誰だか分かんないですけど、あ、バンカーか。5月10日ぐらいに確かなんかスタート時間が出るって書いてあった気がします。これ、さあ、平野大輝選手の第3打。どうだ、引き分けでも勝てる。おはようございます。平野大輝選手、ピタッと寄ってきました。多分ピン奥1メーター2メーターぐらい、結構今のこの状況と自分の精神状態の中では、まあ本当いいショット打てたと思うんで、あとはもうパター全集中で絶対決めるっていう強い気持ちを持って、はい、行きます、勝ちます。さあ、対する横田慎一は手前のバンカー、うん、しっかり寄せてきます、うん。さあ、平野大輝選手、決めた時点で勝利となります。
よっしゃ決めました。ありがとうございました。負けました。平野大輝選手の勝利です。さあ平野選手、はい、見事横田慎一に勝利しました。おめでとうございます。ありがとうございます。そしてありがとうございました。今回とっても嬉しいです。はい、ねえ、うん、でも本当にいい球打つし、うん、やっぱ音がね、もう本当のちょっとやっぱアメリカ行ってたせいもあると思うんだけど、やっぱ野球やってたりとか、うん、やっぱフィジカルもすごいんで、はい、やっぱ音が PGA ツアーの音するから、うん、やっぱりちょっと、はい、やっぱり今回負けましたけど、うん、まあしょうがないっていうか、でも僕もねもうちょっといいプレーしたかったんで、うん、はあ、ちょっとね、はい、出だしからボギーボギーとやってしまったんで、はい、まあ、そこからちょっと立ち直ることができず、うん、今回負けてしまいましたが、はい、まあ、惜しいところまで行きましたが、ね、はい、4人目にして負けた、はい、いかがでしたか、ね、緊張感、はいはい、もう最後のショット、最後のパットも相当集中されてたと思いますけど、そうですね、はい、まあ、少なくとも今年一番集中したラウンドだったかもしれないですね。そうですか、はい、ありがとうございます、はい、僕もね、緊張するんですよ。そうですね、まあ、なかなかこういうあのプロの方と、しかもこう現役であの第一線で活躍されている方とこうマッチプレーするっていう機会もまあそうそうないんで、もう正直、まあ、試合よりも精神的にはきつかったですし、はい、まあ、でも本当にあのいい結果に自分にとってはなって、まあ、あのすごく自信にもなりましたし、まあ、スコアは自分ワンオーバーと、まあ、そこまでいいわけじゃないですけれども、でも集中して、まあ、今自分のできることを全力でできたので、まあ、また来週この試合に自分もまたディフェンディングチャンピオンとして出るので、お客さんの前でいいプレーできるように、はい、この自信をパワーに変えて頑張りたいと思います。土日ですよね、はい、土日、はい、シングルスというかシングルスも出ますし、まあ、実は今年は、はい、金曜日にあの、ダブルスも、あ、ダブルスも出る、はい、兄弟で、お、あの弟が、ドラゴンのプロやってるんですけど、はい、なんであの平野天聖っていう名前なんですけど、はい、まあ、彼もあの今ドラゴンプロとして、うん、あのこういっぱい名前を打って、うん、あの活躍したいって彼も言ってるんで、はい、うん、まあ、彼もこともぜひ応援していただければ。それはドラゴン選手の球を生でね、はい、そうですね、はい、ぜひ見ていただいて、はい、一応彼の、公式記録マックスは409ヤードなんで、あの僕よりももっと体が大きくて、まあ、すごくこうパワフルな選手なんで、あのぜひ彼のことも見ていただければなと思います。天聖君、はい、はい、その、ゴルフパートナープラーマートーナメントが、この、トレデ国際ゴルフクラブで5月18日から、21日までの4日間開催されます。はい、全、中継が、YouTube、全日程で YouTube で生配信されますので、そちらの方も合わせてご覧いただければと思います。そして横田ももちろんこの大会出場させていただきますので、はい、横田の様子もこちらの YouTube でご覧いただければと思います。もう土日はもうガチのトーナメントで勝負できるように僕も予選通っておきますので、はいはい、なんとか頑張りましょう。はい、自分はまた負けないように頑張ります。はいはい、今回は本当ありがとうございました。はい、ちょっと刺激になりました。僕も、はい、もうちょっと精進します。いや、すごい楽しかったです。はい、またお願いします。はい、ありがとうございました。